どうもこんにちは。日本オーラント治療法協会の長島です。今日も治療でお悩みのあなたに臨床のヒントや治療の考え方についてお伝えしていきます。今回第10弾目となる肩関節シリーズのテーマは、拘縮型の痛みの原因を見極めるコツというところでお話をしていきます。この拘縮型というのは、まあ、大体動きと、まあ、痛みの2つの問題に直面する方が多いかと思うんですね。今回はこの痛みについて、まあ、話をしたいんですけども、よくですね、私のもとにはこの拘縮型の患者さんの痛みの原因っていうものが、まあ、はっきりとわからないんですよねという相談をよく受けます。で、そういうふうに痛みの原因が、まあ、曖昧なまま、治療してしまうので、どうしても患者さんから私の痛みの原因は何ですかと尋ねられても、まあ、うまく、きちんと、ね、説明ができなかったり、もしくはその痛みの原因がはっきりと分かってないので、いつ、ね、その痛みが取れてくるのかなという予後予測がうまくできないようなんですね。で、おそらくその問題が起こってしまう原因としては2つあると考えています。1つ目が、その拘縮型で生じる痛みのメカニズムをまず理解していないこと、そして2つ目が痛みの原因を組織レベルで特定をしていないこと、この2つがおそらくその問題の原因だと考えています。ですので、この動画を見たあなたは2つのことが分かるようになります。まず1つ目が痛みの出現のメカニズムが分かるようになること、そして2つ目が拘縮型患者さんの痛みの原因が組織レベルで分かるようになること、この2点が分かるようになりますので、ぜひ最後まで動画をご視聴ください。はい、それでは早速本題に入っていきます。この拘縮型の痛みの原因を知るには、まずこの痛みの原因について基礎的なところをまず整理しておく必要がありますので、その部分をまず押さえていきましょう。で、痛みの原因というと、まあ、大きく2つの、内容に分かります。1つがこの組織損傷、まあ、組織が壊れていることによって起こる痛みと、もう一つがメカニカルストレスですね。関節にとか軟部組織にかかる、伸ばされたりとか圧縮されたりするようなストレスが原因で出てくる痛み、この2つがありますので、まず拘縮型の患者さんを見ていく上で今訴えているのは、この組織損傷の痛みなのか、それともメカニカルストレスですね、伸ばされていたい、潰されていたい、この2つのどっちの痛みの訴えなのかをしっかりと聞いていく、まあ、明確にしていく必要があります。で、少しここでヒントとなるのが、それぞれの、まあ、関連のヒントとなるのは、組織が壊れている場合というのは必ず炎症が起こりますよね。で、炎症って聞くとおそらく、まあ、皆さん、ね、学生の頃思い出してもらいたいんですけども、まあ、発赤があったり、まあ、熱感があったり、痛みがあったり、あとは機能障害ですね、があったりしますよね。で、その中で特に炎症の訴えとして多いのは、安静時の痛みですね。じっとしてて痛い、もしくは、夜寝れないなどの夜間痛ですよね。こういったものがこの炎症を出している状況の患者さんの訴えですので、実際に患者さんから聞くには、そういうふうに炎症の所見があるかなというところをまずはしっかりと探っていく必要がありますね。で、もう一つがメカニカルストレスです。で、メカニカルストレスの場合は先ほどもお伝えしましたけども、伸ばしたりとか潰したり、あらゆる組織に、まあ、そういうメカニカルなストレスが加わるということは何かしらの動作との関連性があると思います。例えば拘縮型の場合は手を後ろに伸ばすと、肩が痛いというふうな訴えをよく聞きますよね。で、その場合手を後ろに回す動作っていうのはこの、何らかの組織に対してどんなストレスがかかっているのかっていうものを考えなきゃいけないですね。例えばこう内側にひねる動きであれば、まあ、上の腱板とか、関節包とか、っていうものは伸ばされる、いわゆる伸長のストレスが、受けますよね。なのでこういうふうに動作に応じて例えば潰されたりするものもあります。そういう動作に応じてストレスが、どこの組織にどんなストレスがかかっているのか、この部分を、見極めていくと。ですので拘縮型の場合は時期に応じて、この組織損傷がある状況の場合で、この組織損傷炎症を続いてるんだけどもストレスが原因で痛い場合というふうに分かれてますので、まずこの痛みの原因というものをまずしっかりと理解をしていくことは非常に大事な一歩になります。はい、で、ここから非常に重要な話をします。
拘縮型の、痛みを見極める上ではこの炎症と時期と拘縮の時期っていうのは、まあ、非常に大事なポイントですよね。で、皆さんはこの時期っていうのはおそらく誰もが理解していると思います。ただ悩むのは、それが炎症による痛みなのか、それとも拘縮の時期によって起こるストレスが原因で痛いのか、この部分なんですよね。なので、今目の前の患者さんがこのね、こう炎症から拘縮に移行している段階のどこにいるのかっていうのが、皆さんの中ではよくわからない方、まあ見極めができない方が多いと。なので、ここの悩みのポイントを、理解をするには、こちらの、図が非常に大事なわけですね。冒頭で、まあ、お話をしましたけども、そもそも痛みの原因っていうものは、組織の損傷による、痛み、いわゆる組織損傷による痛み、でその結果炎症が起こって痛いというパターンなのか、組織の損傷はもう収まっているとにもかかわらず、何かしらの動きが原因で、各関節にを構成する、軟部組織に、ストレスがかかってしまう、その結果起こる痛み、この二つが基本的なものでしたね。じゃあこの五十肩から移行して拘縮型の場合は、実はこういう流れになってますね。当初は炎症に起こって痛みが出てると。ここはいいですよね。ただこの炎症を長引かせてしまうのが、このメカニカルストレスがあるんですね。で、それはお仕事の時に使ってしまう、日常生活の家事、動作で使ってしまう。こういうふうに日常的に使ってしまう結果、まだ炎症がね、残ってる組織にさらにストレスが加わると炎症が起こっていたいと。で、ここがうまく管理できてしまえば炎症は落ち着いてきますよね。なので炎症は落ち着いてくるので、今度はこのメカニカルストレスが原因で痛みが出てるというふうにだんだん移行していくわけなんですね。なので、私たちがまず見極めていく上では、大きく組織損傷の痛みとメカニカルストレスの痛みをまず見極めることですよね。で、さらに、今この段階がね、炎症につながるメカニカルストレスの場合もありますので、これが、まあ、炎症を助長している結果になってしまう場合もあるので、このサイクルをまず早く潰すことが大事になってきます。で、そのサイクルがうまく落ち着いてきてたとしたら、炎症による痛みは、落ち着いているはずなので、例えば夜間痛が減ってくるとか、安静時の痛みが、減った、こういう訴えに関しては、おそらく炎症による痛みっていうのは、少なくなってきているというふうに考えることができますよね。じゃあそれらが落ち着いてきた時には、じゃあ今度はどうするかというと、じゃあメカニカルストレス、いわゆる伸長圧縮、ね、例えばこういう後ろに手を伸ばして痛いというふうに患者が訴える場合は、おそらくこれは炎症ではなくて、メカニカルストレスね、拘縮期に移行した場合はメカニカルストレスになるので、じゃあこの内転、こうね、後ろになる内転とか内旋の動きの時に、どの組織がどういうふうなストレスを受けているのかを考えることで、痛みの原因はさらに特定することができると思います。で、その痛みの原因が特定できるようになってくると、じゃああとはね、そこの、ストレスを解決していくのが、まあ、皆さんの治療になっていきますので、痛みに対してのアプローチというのは非常に明確になってくることがわかると思います。ですので、まずこの拘縮型の痛みの原因を見極める上では、組織損傷が痛みの原因なのか、それとも、組織に対するメカニカルストレスが痛みの原因なのか、この2つを見極めることが非常に重要になってきます。特にこの五十肩から拘縮型に移行する方にとっては、このサイクルを見極める必要があるので、ここをね、ぜひ参考にしていただいて、明日からの臨床に取り組んでいただければと思います。はい、今日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。もしですね、今日の動画、参考になったよという方は、こちらの方にね、いいねをよろしくお願いします。また、YouTube、SNS ですね、Twitter、Facebook などでも情報発信をしておりますので、よろしければまたそちらの方もご覧ください。それではまたお会いしましょう。